こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、ちょっとアフリカで大きな動きがありまして、それはですね、南アフリカ共和国ですね、ここがですね、とうとう入国制限を解除したという、そういう情報が入ってまいりましたので、皆様と共有してみたいと思います。まずこの南アフリカのですね、感染者数に関してなんですけども、最新データが10月の1日ですね、新規感染者の方が1745人、そしてお亡くなりになられた方が132人、感染者の方の数はそれほどでもないなと思うんですけれども、一時期に比べますとね、一番多い時でもう1万4000人を超えるような1日ですよ感じでしたけれども、今1700人レベルですね。そしてお亡くなりになられた方が132人ということで、ちょっとお亡くなりになられた方の数が多いかなと、これ下がってきているところでタイムラグがありますから、この辺りで感染された方が大体2週間ぐらい経ってお亡くなりになってらっしゃるケースが多いので、これからどんどん下がってくるんじゃないかと思います。でその南アフリカなんですけれども、このアフリカの本当に一番南の突先ですね、希望峰なんかがあるところで、この赤い星があるところで、これが首都のプレトリアですね。そして日本からのお客様が一番多いのがちょっとここの辺りなんですけども、西側なんですけども、ケープタウンという町がございますね。でその南アフリカ、アフリカといえばですね、こんな風なサファリのイメージを皆様思い浮かべられると思うんですけども、南アフリカではもちろんこういうサファリたくさんお楽しみいただけるところがございます。でその南アフリカがですね、10月1日に国境を一部開放いたしました。この国境の開放した一部というのは何なのかというとですね、一部の国に対して開放したというのがまず一つ。それから、入国できる場所ですね、例えば空港などに関しても国際空港いくつかあるんですけども、その国際空港を限定して開放したというのが、その国境の一部開放ということなんですね。でその結果、我々ですね、日本に住んでいるものからの入国制限が解除になりました。南アフリカの方ではですね、これらの国からの入国制限は解除しませんというリストがあるんですね。でもそのリストの中に日本が載っていないので、日本からの入国制限は解除になったと。これ情報はどこかと言いますとですね、これはですね、南アフリカ政府観光局です。でその南アフリカ政府観光局のですね、この入国制限の解除に関するページ、ホームページのページがありますので、それは URL をですね、説明欄に貼っておきますので、ご興味のある方は見てみてください。でですね、入国できるからといってですね、ヨーロッパの各国のように何にもなしで、コロナ以前と全く同じように、例えばスイスとかですね、オランダみたいにそんな状況なのかと、そうでもないんですね。こちらですね、入国に必要なものとして、出発前72時間以内の PCR 検査の陰性証明書、これにはですね、英語で、そしてお医者様のサインが必要になるんですね。でここで気をつけなければいけないことというのは、出発前というのはあくまでも日本を出発前、もしくは少なくとも乗り継ぎ地を出発前ということになるんですが、これはですね、容易に到着前に変わる場合があります。ですから到着前72時間以内となると、かなり72時間以前となるとかなり時間がなくなってまいりますので、ここはですね、ある程度到着前ぐらいをめどにお考えになっていた方がいいと思います。それからですね、続いてがですね、空港到着時ですね、南アフリカの空港到着時にやっぱりスクリーニングって言いましてですね、体温チェックだったり、いろんな辛そうにしている人をなんか目視でチェックしたりっていうのをやって、それもスクリーニングって言ってやってるんですけども、それでもし感染の疑いがあるような方はですね、ちょっとこちらへということで強制検査になります。で強制検査の結果陽性であれば10日間の自宅隔離、自己隔離となるんですけども、その場合ですね、全部自己負担になってしまうんですね。結構高いですね。多分 PCR 検査って多分いろんな国で自己負担のものがありますけど、大体アメリカドルで50ドルから60、70ドルぐらいしていると思うので、それとそれから自己隔離ですね、多分どこか別な場所で自己隔離になると思うんですけども、その費用も全部自己負担しなければいけないという、ここちょっとなんか辛いなっていう感じがいたします。それからあと2つあります。あと2つはそれほど大変なことではないんですけれども、1つはですね、このコロナになった場合の治療費とかそういったものを保障する旅行保険、海外障害旅行保険ですね、それに加入してくださいということが一つと、そして最後がですね、滞在証明書です。これはつまりですね、南アフリカに滞在中自分は一体どこにいるのか、例えば最初にですね、このサファリの方のクルーガーのサファリの方に行って、3日ぐらいいて、その後はケープタウンの方に行って、またどこそこのホテルでって、こういうものをですね、こう全部書いて提出するという、この4つの
要件があるわけです。まあ、要件としては3つですね。 PCR 検査を受けること、それから保険に加入すること、そして滞在証明書を出すことで、空港到着時に様子がおかしいようでしたら、まあ強制検査と、それから自宅陽性の場合には自宅隔離になりますよということなんですね。で、現地側というのはまあこんな感じなんですけれども、じゃあそのフライトはどうするのかということなんですね。で、フライトに関しましてはですね、まあ、先ほどの一部国境開放というところに近いんですけれども、と、まあ、含まれることなんですけれども、南アフリカではですね、3つの国際空港をまあその開放したんですね。これはケープタウンとヨハネスブルクとダーバンにある空港なんですけれども、まあ、日本からでしたらケープタウンをご利用いただくお客様が一番多いと思うんですけれども、まあ、そこの空港ですね、まあ、要するに南アフリカに行くためのフライトというのはですね、まあ、毎日ではないんですけれども、例えばそのアフリカ経由ですね、例えばエチオピア航空で日本に飛んでるんですね。アフリカ、エチオピアのアディスアベバという国があるんですけど、町があるんですけども、そこから乗り継いで南アフリカに行くと、あとは例えばカタール航空などはドーハ乗り継ぎで南アフリカに行くと、あとですね、シンガポール経由ですね、これちょっと乗り継ぎだけで果たしてシンガポールに入れるかどうかというのは確認が必要になると思いますけれども、まあ、それで乗り継いで南アフリカに行くと、まあ、各地を乗り継いで行けるような、まあ、そういう状況になっているわけです。まあ、もちろんヨーロッパ経由もありますけれども、まあ、ちょっと時間がかかりすぎますのでね、あまりご利用になる方は多くないと思います。まあ、もちろんいらっしゃいますけどね。で、現地側の方はこんな形でですね、まあ、3つの国際空港で入国が可能になりますよということなんですけども、最後はこれですね、もう皆さんもよくご存知のこのフリップですけれども、外務省の発出している渡航勧告ですね、レベル3中止勧告がずっと継続しています。そしてご帰国の際も PCR 検査および陰性でも14日間の自宅隔離で、ご自宅までは公共交通機関は使えませんという、まあ、ちょっとこう厳しいですね。陰性で14日間、陰性プラス隔離というのはなかなか他の国ではないような厳しさですね。まあ、陽性の場合には入院とかでもしょうがないですけれども、まあ、そんな状況なので、ここのところがですね、少しクリアになれば、まあ、その陰性だったらもういいですよみたいな感じだったらですね、まあ海外旅行も少し行きやすくなるんですが、ここのハードルがもうちょっと下がるといいなというふうに思います。今回はですね、南アフリカが、まあ、日本からの渡航、まあ、日本だけじゃなくてもちろんいろんな国に対してですね、渡航制限、入国制限を解除したというお話をご案内させていただきました。これはケープタウンのですね、まあ、夕暮れ時の写真なんですけれども、まあ、後ろに見えるのがテーブルマウンテン、そしてこのエリアはですね、V&A ウォーターフロント、ビクトリア&アルフレッドウォーターフロントっては一番行けてるクールな場所ですね。まあ、この辺にホテルを希望されるお客様もすごく多いです。非常に綺麗な場所ですね。まあ先ほど申しましたこのライオンとかゾウさんとかのサファリだけではなくてですね、例えばアザラシとかですね、キボウホウとかですね、あとはまあペンギンさんも有名ですよね。ワイナリーもありますよね。そして今からのシーズンになると、現地は夏ですから、まあ、なんといってもサーフィン、もうここはサーフィンが本当にこうサーフポイントがたくさんあって有名なところなので、まあ、いろんな楽しみができるのがその南アフリカです。それがいよいよ入国制限が解除になりましたので、この冬ですね、まあ、ちょっといろいろ日本の入出国に関していろいろあるんですけれども、行かれないことはないんですが、もしご希望される方はこの南アフリカですね、いろんな楽しみがあるこの国を訪れてみてはいかがでしょうか。またですね、日程とかですね、ご予約とかプランニング等に関しましては、私どもの方がお手伝いさせていただきます。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。